こんにちは、まるです。今週も小説家を目指す Vlog やっていきます。毎年この時期になると電撃死亡者は慌ただしい日々を送っているのではないでしょうか。かくいう僕もその一人です。日本一応募数の多いこの賞は一種のお祭りです。僕も参加できてワクワクします。では前半の開講を進めていきます。冒頭のインパクトは相変わらず課題だけど、2章の間延び感はだいぶ解消できた気がする。自分の作品を客観視するのって難しいですよね。乗ってる時は自分のことを天才だと思うし、行き詰まった時は死ぬほどつまんないと思ってしまう。他人に読んでもらうって大事ですよね。身近にラノベ好きの友達が欲しいな。さて、爆弾おにぎりも作ったし、朝の準備も終わったので朝活の続きをしていきます。ああもう仕事の時間だと思いながら、最後の最後にとてつもない集中を発揮するのが好きです。かといって仕事は待ってくれないので、続きを電車で書くためにコピー、スマホで書くと文章が違って見えて修正がはかどります。通勤は片道1時間なので思いのほかがっつり書けます。締め切り後はアニメを見る時間にしようかなと思います。朝活の後は身も心も軽いです。まさかのホームで奥さんに会う。走ったから追いついたみたい。狙ってもないのに一緒に通勤できると嬉しいですね。これには僕も思わずジャンプです。仕事終わりのプロテインは生き返ります。水筒をシコシコする。洗いたての釜でお米を炊きます。今日の晩ご飯はカレーだ。徒歩30秒の酒屋さんにお使い。らっきょうを買ってこいとの仰せでした。ピリ辛と甘口で迷って、選ばれたのは甘口でした。カレーにはどっちが合うんだろう。お風呂。家で作るカレーは野菜がゴロゴロしてて満足感があります。お腹も膨れたので夜も執筆していきます。もうストーリーはできているので、頭の中を文章化する作業。睡魔には勝てなかったよ。転職してから夜が異常に眠いです。知らないうちに気疲れしているのかもしれません。続きは明日の朝に持ち込みます。5時起き継続猫背です。仕事終わりはどうしても眠くなるから、クリエイティブな作業は朝に限るね。てなわけで執筆部屋、5時40分前に執筆を開始します。やっぱり朝が一番クリアですね。朝の執筆はこれくらいにして、お仕事の準備。奥さんが小走りで出勤していきます。爆弾おにぎりを持っていくメリットは、職場で話のネタになることです。夕食して間もない頃に、おにぎりおっきいねとか、中に何が入ってるのって皆さん突っ込んでくれます。自分から話しかける勇気がないんですけど、このツッコミ待ち戦法で交流できちゃいます。爆弾おにぎりおすすめです。では元気よく走って、本日も頑張ってきます。この雨は効いてないって。職場の方からお菓子をもらいました。今日も頑張った。びしょびしょで寒いので、今日は絶対に湯船に浸かる。はいはいはい、早速着替えてチョコパイと柿の種を決める。お湯がたまる間に修正できるとこをしとこう。ちょっとやりすぎた。先にご飯できたみたい。雨に濡れた日はコンソメスープとカレーは最強なんよ。あったまった。
明日のおにぎりの準備。今日も3時間かけたので満足です。家事をちゃちゃっと済ませてもう寝ます。おはようございます。今日も 3,4 時間執筆していきます。主人公をピンチにするのが難しいです。教科書的には主人公の過ちでピンチになるとされています。でも失敗すると主人公下げに傾いてしまう。次の手段はサブキャラの過ちでピンチに。でも今作のヒロインはこの舞台に限っては有能キャラ、主人公の案内役でもあります。だから結局主人公に誤った選択を2回ほどさせました。作者の操り糸が見えてないか心配。しかもピンチの程度も難しいです。ここからどうするんだと思えるほどの絶望が理想ですが、これにはキャラの造形力、状況設定力、演出力が必要になってきます。進撃の巨人はこれが天才的だと思います。特に状況設定力が、もうダメだという状況を次々と作るじゃないですか。あれほどのピンチを作れる頭の中が知りたいです。僕も再現したい。そういえば半沢直樹もプリズンブレイクもどちゃくそピンチがうまかったな。半沢直樹はピンチになった時のキャラの感情反応が勉強になったし、プリズンブレイクはピンチになるまでの煽るような演出が勉強になった。この世にはお手本がたくさんある。インプットして血肉化していきます。今宵はほうれん草を使った料理を作ります。生のほうれん草は炒め物に、茹でたほうれん草はお吸い物に。味付けはオイスターベースで。ほうれん草のお味噌汁、豚肉とほうれん草のオイスター炒め、完成です。野菜のシャキシャキ感とお肉の歯ごたえで口の中の歯触りがとても愉快。はい、集中起爆剤。美味しいご飯の後は執筆です。皆さんはピンチを作るときに意識していることはありますか？難しくて壁にぶち当たってます。何かアドバイスをいただけると嬉しいです。プロの方もアマチュアの方も見てくださっているようなので、僕を育てて受賞させてください。では今回の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。